リハビアラーストライクゴー。今日はね、視聴者の皆さんからいろいろご意見いただいてますんで、それに答えていこうと思います。題して、リホピアノの質問コーナー初見編。イエーイ。今回の Q&A は、本当に初見？初見って何？初見と耳コピどっちがすごい？初見の時なぜ踏めくりのできるアプリを使わないのですか？全部有名な曲ですが、初見なんてことありえますか？の5つの質問にしっかり答えていくので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。はい。じゃあまず、1つ目。でで本当に初見？あーはん。よく聞きますね、このコメントはね。ズバリ正真正銘のガチ初見でございます。聞いたことない知らない曲を聴かせてもらってます。初見のやり方がマリオさんの独断と偏見で、流行りの曲から選曲してもらってるので、実際はマリオさんが持ってきて私が楽譜をパッて見るまでお互い知ってるのかどうかも知らないという感じです、うん。だいたい僕も知らないですなので私は動画が始まってから初めてマリオさんにアーティスト名と曲名を聞きます。そしてテンポだけメトロノームのアプリで確認をさせてもらってます。そしていつもね、こうやって見ずに楽譜を置いてカウントダウンが始まってパッて見た瞬間から秒数がバーって始まるんですけど、あの瞬間だけで情報を得て弾き始めております。なので本当に聞いたこともない知らない曲をその場で初めて楽譜を見て弾いております。聞いたことない曲をいきなり楽譜を見て弾いてるので、その弾いてる最中合ってるのかすらも分かんない状態で、あーもうこれはお蔵入りだぜってなって編集した時に、あー曲になってたよかったほってなって出す動画も結構あります。ただ山さんの色彩は知ってました。スパイファミリーを見てたのでちょっとだけ聞いたことありました。基本スキップしちゃうのでちゃんとは聞いたことなかったんですけど、だから楽譜を見た瞬間にあれ見たことあるメロディーだなとは思いました。米津さんのキックバックは兄から連絡が来て弾いてよって言われたYouTube で弾いてる人いっぱいいるから絶対今弾いたらいいよって言われたからタイトルは知ってました。タイトルも知ってたけど、でその YouTube でキックバックって検索した時にいっぱい出てきたから、ピアノ弾いてる人が、もう私はそっと閉じてもう聞かずに終わったんですね。いやみんなやってるからちょっと今出してもなみたいな気持ちもあったんですよ。ストリートピアノで弾けたらなとか思いながら、まあ、結局楽譜を見ずに温めておきました。そしたらこの初見シリーズが始まったのでね、持ってこいだと思ってやってみましたよ。はい、プロ意識高めですね。そうですね、本当にバカ真面目なんで私もうだってネタバレをこう避けるかのように目と耳閉じてね、避けてきました。キックバックに関しては特にね、まあね、でも案外ね、閉じれば入ってこないですからね。はい、じゃあ次の質問、はい、初見って何？確かに初見って多分皆さんいろんな認識の仕方があるかなと思うんですけど、初見とはと調べてもらうと出てきます。初めて楽譜を見ることです。私がやってることですね。初めて楽譜を見たっていうこのこれですね、これ初見わかりやすいだから知ってる曲であっても初めて楽譜を見るってことは初見です。あ、曲実は知ってるんじゃないのって思ってる人もいるかもしれないですね。まあでもちゃんと本編の動画を見れば知らない曲をって言ってるので、知らない曲を初見で見て弾いております。で音楽系の試験でよくある初見テストっていうのは 3,4 段くらいの楽譜を1分間こう見て弾くっていうだけのものです。私にとってはめっちゃ簡単ですそうなんだ、はい、なるほどなるほど、はい、次の質問よろしいですかね、はい、初見と耳コピーどっちがすごい？これも結構みんなコメントいただきますけど、私は正直これ比べるもんじゃないなと思うんですね。なんかもう別物すぎて
多分ね、わかんないけど、あの私にとっては耳コピって神業だと思うし、できるっちゃできるけど、パッて聞いてパッて弾いたりとかできないし、時間かかるし、反対に耳コピが得意な人は楽譜が読むのが苦手っていうのもよく聞くし、どちらもできる人はまあやばいですね、もう神ですね。初見も得意じゃないし、耳コピも得意じゃないけど、譜読みにも時間かかるけどアンプが得意っていう人もいるし、それぞれの特技があるので、この初見が得意じゃないから自信なくなるとかは思わないでほしくて、耳で聞いて弾けるんだったらそれをどんどん磨いていけばいいと思うし、逆に耳コピが苦手だったら楽譜読むのを一生懸命練習すればいいと思うし、まあ、どっちも苦手だっていう人はもうなんかフィーリングで弾くでもいいし、なあ、まあどっちも苦手だったらまず楽譜見てやっていく方が早いのかな。楽譜見て一応ドって書いてあれば、ドって弾けばドの音は出るので、楽譜見た方がもしかしたら早いかもしれないですね。どっちがすごいとかは、私からすると耳コピの方がすごいと思うし、耳コピの人からすると楽譜を読める方がすごいっていう人もいるし、もうそれぞれかなって感じです。別次元です。はい、はい、初見の時なぜ譜めくりのできるアプリ使わんのですか？何やねんその喋り方は。ちょっとね、面白いかなと、面白いと思った方はコメントください。恥ずかしいな。譜めくりですね、どれくらいのスピードで1ページを弾き終わってるかっていうのも、多分この手でこうやってる瞬間があるので、それも分かりやすいかなって思うし、繰り返しとかダルセーニョとか書いてるんですけど、あの瞬間どっから何ページ戻ってとか、どんだけ飛んでっていうのも、そういうのも楽譜に書かれてるんだよっていうのが伝わりやすいかなと思って、あえてやっております。あとは弾きながらめくるっていう要素も面白いって言ってくれる方がたくさんねいらっしゃるので、あえてやっております。だんだんね得になっていくのがね、そうね、もう面白い、ね、面白いと思うあれは、うん、練習したバージョンをやるときはウィンクで譜めくりしてます。はい、ぜひね皆さんチェックしてみてください。はい、はい、次の質問、はい、全部有名な曲ですが初見なんてことありえますか？はい、かなり疑われておりますね。そうね、これ結構多いね、多いね、めちゃめちゃ多いね。そう、なぜならまずマリオさんが流行り曲から選んでますからね。そうね、世の中ではね。そうそうそう、みんな知ってるっていう大前提の、ね、うん、曲たちですからね。そうなんですよ、もちろんその中でもマリオさんが知ってる曲イコール、まあ、大体私が知ってる曲なので選ばない曲もあったりするですよね実は、うんうん、だからその山さんの色彩を選んだ時は多分聞いたことあるんじゃないかと思いながらも、うんうん、あの出してきてくれたらしくって、で私も弾いた瞬間に、あ、え、これ知ってる曲じゃん、あ、いいのかなって思いながら弾いて、最後にこの曲は知ってましたってちゃんと言ってます。基本的に私は動画投稿するんですけど人のを見ないんですね、あの新しいものが苦手で。そうだね、自分の世界に浸ってる人間なので流行りのものとか最新のものとかなかなか手が出ないタイプの、その代わりに好きになったものにすごいこうハムスターだったりウォーキングデッドだったりワンオクロックだったり、狭いね。狭い中で深くいくので、うん、そうそうそう、偏りすぎてるんですね私ね。 YouTube 動画とショートとインスタのリール、 Twitter、TikTok の動画、あの全部アカウント持ってて全部投稿してるんですけど人のを一切見ないっていう。でも投稿ねそんだけしてたら見る時間もね結構ねないよね。そうだ、見てたらねもう無限に消費しちゃうから時間は。そう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 、見るけど投稿しないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。その逆です、投稿するけど見ない。確かに多分そういう人いっぱいいるんじゃないかなって。いっぱい曲を弾いて動画にしてあげていきたいだったら多分情報収集が必要だけど、動画編集とかも人のはあんまり見ずに自分の好きなようにしかやってないです。なのであんまり良くないなっていうのは正直思うんですよ。あ、そうなんだ。どうなんだろう、いいんじゃない、いいのかな。世間に流されない自分の色を出せるからね。まあまあ、うん、それがちょっと一時期
あんま良くないのかなと思って探してみて、見つけたのがピアニストのパクオンさんと赤星ディナさん。ピアニストの YouTuber ではその2人しか見てなくって、まあたまにハラミちゃん見たりなんですけど、なんか好きなワンオクとかヒゲダンでさえ PV 出てたの知らないみたいな、うん、そうね、小学校の時にもしあったらもうすぐ見つけてるけど今見ないから気づかない。インスタのリールとかでついつい見るのがハムスターなんですけど、大体ハムスターを見ると多分ハムスターのおすすめばっか出てくるんですよね。マナーモードにしてるからおとなしで見てるし、自然とそうやって距離を置いてきたのでですかね、一般の人たちとはまた違うのかもしれないです。ただ好きなものにしか興味ないんですけど、実際見始めたり聞き始めたりするともうウィってハマっちゃいますね。あの映画鬼滅の刃とかもそうですけど、マリオさんにゴリ押しで誘われまくって、もう何週間も断ってたんですけど、私そうだよ、うん、行こうって言われて嫌だっつってね、知らんしっていう興味ないしって言って、その時からウォーキングデッドにハマってたから、あの海外ドラマのあんまなんか似たようなあれやろとか思いながらで Hulu でアニメ1話2話見てて、ね、まあまあまあ、あはいはいみたいな感じで見てたらもう3、4話からもう、ね、骨って見始めて、え曲めっちゃええやんとかなってちゃんと鬼滅の曲は全部は知らないけどほとんど知ってるし、ちゃんとハマるんですよ。ウォーキングデッドもあの有名だから見ようと思って見て、もう今3週目ですね。シーズン11までありますけど3週目ですね見すぎやろ。空き時間は全部ウォーキングデッド見てるから、 TikTok とか見ないんですよね。お風呂から銃声がしますからね、うちはお風呂で見てますお化粧しながら朝見てますからね。あとはうちにはテレビがないです。地上波は1年半以上経ってますね。もう一切見てないので情報が入ってこないです、うん、ラジオも聞かないし街も歩きません。引きこもりなんで演奏の仕事があるときは基本車だし、名古屋ってそんなバーって曲流れてないよね。いやガソリンスタンドくらい大須とか行けば流れてんじゃない。あ大須行かんの。若い子たちがおるところなんかわーわー流れてそうやけどね。例えばあのワンピースの新時代一緒にやろうって言われて初めてタイトルを知って、なんでって聞いたら、あなんか今流行ってるらしいからって言って、あそうなんやって言って初めて聞いて、あのアドちゃんかって思いながら、あいい曲だねって言って、でそしてマリオさんが新時代が主題歌になってるワンピース流行ってるから見に行こうよと、それも何回も断ったんですけど結局見に行ってめっちゃいいやんってちゃんとハマるんだよね、うん、そうそう。あとはマリオさんがファーストテイクにハマってる時に車で結構流してて、それで緑黄色社会とかディッシュの猫とか、あと山の深夜東京ヨンヨンヨンファンみたいな有利とか、その辺はだから知ってました。ただそれも1年以上前の話なので、マリオさんも飽き性なんで聞かなくなっていろいろ忙しかったのもあってほとんど見ないですね。テレビも見なくなって、いろいろ立って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 情報が入ってこなくなりました。好きなものしか見なくなりました。だからといってリスペクトしてないわけではなく、超リスペクトしているんですよ。でも新鮮だよね、本当にその楽譜で初めて見るっていう。あ、そうそうそう。あのいいコメントあったんですよ。楽譜を見てそこで初めてその曲を知るってことで、ね、めっちゃ素敵やんみたいな。確かに。そうコメントくれて、あそっか確かに自分で弾いて、あこういう曲なんだって出会うっていう、ちょっと特殊な出会い方を。なかなかないよね、幸せなことだよねこれは。まあそんな感じですね。だからありえます全然あります。同意見の人も多分いると思います。うん、はいはい。曲というよりか新しい楽譜を見て弾くっていうのが好き。変態だね次回の Q&A はピアノを弾くのとタイピングって同じですか、どうやって両手の音を見てるのですか、どうして初見が得意なのですか、楽譜を見ると頭で音楽が流れるのですか、知らない曲なのにテンポとメロディーってわかるものなの、初見の時最初の数秒間に何を見てるんですかの6つの質問に答えてきます。お楽しみに。私が実家暮らしだった時は
お兄ちゃんがアニメ大好きでずっと鼻歌歌ってたの。それを後々本当の原曲を聞いた時に、あれなんかこれ聞いたことあんな、あお兄やってなんて、それで意外に知ってたっていうのはあったんですけど、もう実家も出ちゃってるし、そういう機会もなくなり。